久保さん、今回城にしましょうか城、まあ、昔江戸時代とかね城を建てるみたいなねみんなあの、偉い人は城を建てて守ったりとかしてましたけどあの今はねどこに城を建てるのかっていうと SNS です <laughs> SNS に城を建てた人がもう無償というかねうーんまの、全く無料の SNS からねその成功してこう 人人生大逆転すする人が出てきてきますだけど逆に言うとそのインターネットで城がない人はあの自分のリアルなねリアルな家のローンを払うのにも悩んでるっていうね <laughs> 久保さんがリアルの家を一括購入できたあー理由は城をね、まあ、もう城ですよね現金一括で一軒家ドン庭もあるみたいなね自分の城を構えられたのはネットに城を構えたからですよ 広島の久保ですと、速華塾の久保ですみたいなはいネット上にあっ即塾っていうのがあるんだ広島に久保さんっていう人がいるんだみたいなねネット,にネットを活用して自分を知ってもらってそしてネットで速華塾っていうのを知ってもらって認知してもらって入りたいなと思ってもらってはいその城が収益を生み出してリアルの城を作るっていうね何なんでしょうね <laughs> ま僕もね YouTube これから続けていきますし、Instagram も続けていきます。多分ね、ね、まあ、YouTube はちょっと、あのチャンネル登録者数が増える、その、うん、速度はすごく僕は遅いです。ただし、まあ、ね、着実となんか増えてるんですよね。なん,か <laughs> なんで、多分着実にちょいちょい増えてるので、多分ん、まあ、1万人はいけるんじゃないかなと。あと10年、20年やれば。1万人はね、多分。で、 えー、まあ、インスタも1万人じゃないですか。フォロワー1万人なんで、インスタもフォロワー1万人いますい。YouTube もフォロワー1万人います。結構これ武器と、武器というか名刺になると思うんですよね。セミナー講師、えー、インスタフォロワー1万人、YouTube 登録者数1万人。まあまあ、名刺としてはいいですよね、多分。うん。多分名刺としてはいいかなっていう。うん。だからまあ僕の YouTube の あのー、登録者数の動きだと、まあ、あと10年ぐらいかかるかもしれないですけど <laughs> まあ10年後は1万人いってるかもしれないですね。で、そうすると僕ブログ10年毎日更新するって言ってるんで、えー、じゃあインスタ1万人のフォロワー、えー、YouTube1 万人登録者さらにこの10年毎日ブログを書き続けてきたっていうねし見てくれですよね見てくれの数もうちょっとはある。 で、実際にブログも10年毎日更新してるやつ。まあ、なかなかおらんぞと。<laughs> 多分まあ、ね、今やっている、現行でやっている、その数もちょっとは持っている、人から人のセミナー行くのか、それとも、なんかよくわかんない人のセミナー行くのか。多分ね、結構ね、勝てると思いますね、僕は。まあ、少なくても、あの、10年毎日ブログを更新したっていうのは作れないので、作れないですよ、多分、これは。 <laughs> 10年毎日こうだからだからやればできるんだけどやらないから作れないんですよだから YouTube に関しては1万人に関してはまあ100万人とか1000万人今ヒカキンさんとか始め面社長1000万人いると思うんで、まあ、1000万人に比べたら1万人なんかしょ,しょぼいんですよでもこれから YouTube 始めようとしてる人は1万人って結構その、うん、すごくなんだあの仕切りは高いんじゃないかなと思いますし ただ、そうは言っても、一般的にはね、ね100、1000万人登録者数いる大御所もいるわけですから、ただし、まあそこのリカバリーじゃないですけども、10年毎日ブログ更新するやつは多分いないと思うんで、本当にごくわずかだと思います。でもね、そのごくわずかに堀江さんが入ってるんですよね。堀江さんもね、毎日ブログ確か更新してるんですよ。多分ね、なんかそんな,そんなこと言ってたよな。 たぶんね、堀江さんね、あの、たぶんね、ブログを毎週更新してると思いますよ。やっぱ更新してますね。うん。堀江も、あ、毎日ではないか。でも、かなりの頻度で更新してますよ。堀江さんのブログ。うん、堀江もンブログ。まあ今、雨、なんかちょっと変わったのかな、書き方が。うん。まあ基本的にその、まあメルマガに関してもずっと、 やってるしど,どうですかね堀江さんなんかねこれ話なんですけどあの堀江さんが捕まった時もあの有料のメルマガは遅れあのちゃんと配信されていたっていうね <laughs> すごいですよね刑務所でもメルマガの執筆してたっていうねだからなんかねそのメルマガを購読してる人がなんか言ってたんですけどなんかその対談で「いや堀江さんあの獄中の中でもメルマガ一個も遅れたことないですよね」みたいな。 あれはすごいっすね、みたいな。だ一度も遅れたことないですよね、みたいなね、話をしてて。ずーっとやってるんですよ、堀江さんも。IT、ライブドア、時価総額何兆円っていうね、そんな、その、前人未到のね、多分、久保さんも僕も絶対無理だろうし、他の人もほとんど、その、あんなライブドアみたいな会社作れないだろうし、ね、IT バブル、みたいな。ね、フジテレビ買収とかね、球団買収、みたいな。<laughs> やってましたけどそんなすごい結果を出した人も、えー、地味にコツコツやってるっていう事実があって何なんでしょうねこれで、ね、何 <laughs> か面白いですよね皮肉ですよねこれね、うん、そんなに結果を出してそんな稼いでる人が日々コツコツずっと続けてるのに稼いでない人はすぐ諦めるっていうね皮肉ですねはいいってらっしゃい